外駒さん攻略にはですね、段階があります。大きなナックルカーブを打てるようにする、小さいナックルカーブ両方対応できるようにする、ストレートもまとめて打てるようにする。まず何をやっていけばいいか、タイミングをつかむ、変化量を覚える、回転を見極める。タイミングは全部一緒と考えていいです。何に合わせるかというと、当然ストレート、大きなナックルカーブですね、大きく曲がる分、その分ね、カーソルで追いかけなきゃいけないんですね、まあ、なのでその追いかけている時間分でだいたいストレートと同じタイミングで、振ることになります。小さいナックルカーブ、ストレート、大きなナックルカーブっていう順番で待っといて、大きくないこれ小さい方だって思ってちょっと戻るんですね。ちょっと戻っている時間でだいたい同じタイミング、ストレートのタイミングで待っていただいて、ストレートの場合はそのまま打てばいいし、大きなナックルカーブは、勝手になぞってね、だいたい同じタイミングで振っていただければいいです。小さなナックルカーブの場合はそこからねちょっと戻ってもらって、行き過ぎた分取り戻す時間でだいたいストレートと同じ時間になるかと思います。